森ひろ子梅雨が明けたばかりのその日は朝から暑かった風も耐えた狭い仕事場で父親の徳之助が脇目も振らず細工に励んでいるのへ「お父っちゃん晩はお豆腐でいいね」。声をかけたおつへ徳之助は答えようともせぬ45歳になる徳之助はキセル氏であった。 と言っても自分で店を持ってるわけではなく深川浜栗町の小さな家でこしらえたキセルを京橋銀座一丁目にあるキセルろ柳屋平兵衛方へ納めていた柳屋では徳之助のほかに何人ものキセル師から品物を納めさしているけれども浜栗町の徳さんのが欲しいという客が多い眩しい光の中を 白い衣を羽織った女たちが歩いている頭に白帯を巻き木の葉を刺し薄い衣をセミの羽のように火に透かせながらうつむき加減に進んでいる不思議な透明感をたたえた写真に惹かれて伊平屋島のうんじゃみを見に行った集落の外れにある宇多で 忠が祈りを捧げていた仮眠中は共同体の神事を司る人々で海の彼方にある二大家内の国から神を迎えて翌年の豊穣を祈るうんじゃみの行事である一年のうち何十回と巡ってくる神事の一つである波川さん波川さんどうりゃあこったわ また、柴浦さんの同僚ことか。まあそれ聞き飽きたわね。ほらにゃーって本当に同僚ことなんだわ。ほれ、2丁目の奈良崎さんとこ知ってるやつでしょ。工務店のきゃ。そうだわ。奈良崎工務店のであさんとこだ。あそこはぎゃさんじゃね。えで、一応建設業者やって見えるんだわ。 まあそりゃどっちでもええわ。あの楢崎さんとこで人が死んだんだと。